インノケンティウス九世は、ローマ教皇。本名は、ジャンアントニオ・ファッキネティ。教皇グレゴリウス十四世の時代の外交の成果によって高い評価を得て、教皇に選出されたが、2ヶ月で病死した。北、イタリア、ボローニャのクラベーニャ出身。ファッキネティは、法学で知られたボローニャ大学を卒業し、教会法の専門家として、アルディンゲリ数奇教の秘書から、 ファルネーゼ家の実力者、アレッサンドロ・ス機キ教の秘書となった。アレッサンドロ・ス機キ教は、パルマ公を追ったアビオ・ファルネーゼの兄で、先の教皇パウルス3世の孫にあたり、アビニョン司教であったため、ファッキネッティを代理として、アビニョンに派遣した。引き続いて、施設として、パルマでの業務に当たらせた。1560年、カラブリアのニカストロの司教に任命され、 1562年にトリエント公会議に出席した。ピウス5世はファッキネッティを強行施設として1566年にベネツィアへ派遣した。ファッキネッティはベネツィアとスペインの同盟を締結させ1571年のレパントの海戦の勝利に結びついた。1572年にはエルサレムの名義大司教に任命されている。 このような華々しいキャリアを持つファッキネッティは、教皇グレゴリウス14世の下で、第一の側近として活躍した。特に、教皇はマラリアによって、床に伏すことが多かったため、ファッキネッティが、ほとんどの実務を引き受けていた。グレゴリウス14世の先行きが短いことがわかると、スペイン派と反スペイン派の数奇教団が活発な、選挙工作を開始する。 前回のコンクラーベでは、フェリペ2世が強行候補者を7名に限定するほどの高圧的な介入を行ったことが、反スペイン派の数ー教たちの反感を買っていた。この時の選挙ではそこまでの露骨な介入は行われなかったが、依然、スペイン数ー教団が大きな影響力を持っていた。選挙自体はすんなりとファッキネッティを強行に選び出した。しかし、 就任早々、スペインのフェリペ2世とフランスのカトリック同盟がアンリオン世と争うなど、たじたなんであった。教皇自身にも、外交のグランドプランはあったと思われるが、2ヶ月で死去したため実現はなかった。インノケンティウス9世が2ヶ月の間にしたことは、2人の、数奇教を任命したことであった。そのうち1人は、おいのジョバンニアントニオ・ファッキネッティであった。 親族のジェーザレ・ファッキネッティも1643年に数奇教に挙げられている。ありがとうございます。